ニーダーザクセン州とノルトベストファーレン州との宗教付近の地形図とイトブルクの森はドイツのニーダーザクセン州のニーダーゼクシシェスベルクラントとノルトベストファーレン州にまたがる最高地点が海抜446.4メートルの中びく山地である北西はヘルステル近郊のテックレンブルガーラントからオスナブデュックビーレフェルトの近傍を通り南東は ホルンバート・マインベルクに至る。17世紀までは南東に続く、エッケ山地と合わせて、オスニングと総称されていた。トイトブルクの森は、西暦9年に、ローマ人とゲルマン人との間で起こったバールスの戦いで知られている。観光地としては、ヘルマン記念碑、自然文化財のエクテルンシュタイネや、デイレンター・クリッペンがある。最も高い山はバルナッケンである。オスニングは、 1616 16年にドイツの地理学者で歴史家のフィリップ・クリューバーによってトイトブルクの森と解明された。これはローマ軍がケルスカー族の族長アルミニウスに率いられたゲルマン軍によって撃破されたバールスの戦いが行われた地域としてローマの文筆家タキトゥスが記述しているトゥータバージンシス、ソルトゥースをドイツ語に訳し戻した名称である。クリューバーは この地に実在するトイトベルクに基づいてこの仮説を組み立てた。グロムベルクの牧師をハネスピデリートが1627年にこの説に賛同した。新しい名称の使用は18世紀から始まった。決定的だったのはパーダーボルントミューンスターの司教領主フェルディナント・フォン・フィルステンベルクが1669年にモニュメンタ・パデボ・ニンズアで使用し、 出版された地図にもこの名称が用いられたことであった。オスニングは、現在でも、トイトブルクの森の一部である、ビールフェルト南東のエプベルク周辺の名称として、用いられる。日常的な会話においては、トイトブルクの森という名称は、しばしば、トイトと短縮して呼ばれる。バート・イーブルク周辺は、イーブルクの森、エルリングハウゼンとホルンバートマインベルクとの間は、 立片の森とも呼ばれる。トイトブルクの森は、ウンテーレスベーザーベルクラントの一部である、ニーダーゼクジシェスベルクラントに位置する。ニーダーザクセン州に属すオスナブルク群以外は、ノルトベストファーレン州に属している。北西は、テックレンブルガーラントに位置する、ヘルステルから南に、イベンビューレン、オスナブルクの金棒をかすめ、ギュータースロー付近で、オストベストファーレンへ入り、 ビーレフェルトの新域内及び、リッペ軍のエルリングハウゼニアでトモルト近郊を通って、南東のホルンバートマインベルクに至る。ホルンバートマインベルクの近くに、南に伸びるエッケ山地との接続点がある。接続点は、クニーベルクの南東に接するジルバーミューレ、すなわちフェルトロムから、北北東にレオポルツタールに向かって流れる、ジルバーバッハ川である。 クニーベルクはその南方でジルバーバッハ川の谷の西側に位置するブーヒエンベルクと共にトイトブルクの森南東部の山である。この谷の南東にリッピシェス・フェルマース島との北斜面及びその南に位置するプロイシシェス・フェルマース島とはエッケ山地の最も北部に属している。こうした山地接続点の南西にトイトブルクの森南東部の南西陸であり、 越っげ山地北部の最陸にあたる砂地の全熱地方が一致している。終局山地であるトイトブルクの森は、その北側に位置するビーエン山地と共に、北ドイツ盆地にそびえている。この中引く山地の南西には、ベストファーレン盆地、東にはリッパーベルクラントがある。トイトブルクの森の最高地点は、山地最高峰のバルナッケンで、山地南東部に位置している。山地の北西部では、 森に覆われた山はほぼ連続的に高度を下げ、ヘルステルの南南東に位置するフックベルクで最低点となった後、エムス川西岸に張り出した死脈のテーベルクを終端とする。テッタ、ビータ自然、地質学公園とイトベルクの森、エッケ山地自然公園とイトベルクの森のほぼ全域が、二つの隣接する自然公園のいずれかに属している。 北西部と北に位置するビーエン山地には、広さ1220平方キロメートルのテルッタ・ビータ自然、地質学公園がある。また、南東部とエッケ山地及びディーメルタールまでの、その南周辺部には、広さ2711平方キロメートルのトイトブルクの森、エッケ山地自然公園がある。トイトブルクの森は、南東部では、エッケ山地に直接つながっている。 このため、どの山が最も高いのか、すなわちどの山がどちらの山地に属すのかは、一見はっきりしていない。これに関しては、リッピシェフェルマーストートと、プロイッシェフェルマーストートが、議論となる。しかし、これらは記述の通り、地質学上は、エッケ山地に属す山である。トイートブルクの森の最も南東にあたる、ジルバーバッハタール北西岸に位置するバルマッケンが、 この山地全体で最も高い山である。山地中央部分では、オスナブリュック南部、ゲオルクスマリーエンヒュッテ近郊にあるレーレンベルクが最も高い。北西部では、レンゲリヒの北、テックレンブルクの東に位置するレーデン近郊の連邦アウトバーン A1 号線の東約450メートルにあるレーデナーベルクが200メートルを超える高さである。これは、 イベンビューレン・リッケンベルク36とほぼ同じ高さである。シュタインフルト群では、シュタットベルクやライネのバルトヒューゲルの他に、ライネからノイ・エンキルヒエンに伸びるティーベルクも、トイトブルクの森の始脈である。主な山、高さの順に列記し、近隣の集落を記した。フェルマース島との展望塔、エッケ島から見たバルナッケン・リッペ地方から見た、トイトブルクの森。左端は、グローテンブルク。 右端は、シュターペラガーベルゲド・ライフルス・シュタイン・トイトブルクの森の中央部分は、ベーザー・エームス分水界を構成している。リッピシェ・バルト内にあたり、上述のバルナッケンがある、最南東部は、ライン・ベーザー分水界の一部である。この二つの分水界は、2009年に、標石・ドライフルス・シュタインが設置された、水路学上の分水点で隣り合っている。トイトブルクの森をれる、 最も長い川は、エムス川、リッペ川、ハーゼ川である。さらにこの中ッく山地及びその先山からは各多くの小川や渓流が湧き出している。主なものをアルファベット順に列記する。水源から数百メートルのエムス川、ハーゼ川の水源、リッペ川水源、ベル川水源トイトブルクの森の地質学的形成は、中世代末期の 約6500万年前から7000万年前に始まった。ザクセンの作り山活動の作用により、来日ェマッセの大地海とニーダーザクジシャーテクトーゲンとの間に断層が生じた。この断層は現在、オスニングシュパルテと呼ばれている。北側の地海が南に向かって押し、一部の岩層は垂直に押し上げられ、さらに一部は反転した。この地域は、 6550万年前までの中世代の間、ほぼずっと海に覆われていた。第3期に極めて厚い堆積物が海底に積もった。堆積物は主に陸から運ばれた素材と海洋生物の殻の石灰からなっていた。堆積物はそれ自体の圧力で固まっていった。砂から砂岩が石灰沈殿物から石灰岩が形成された。 複数の縦谷が刻まれた現在のトイトブルクの森の景観は第4期の表記に強い侵食力が作用して形成されたものである。トイトブルクの森の大部分は3本の平行な尾根で形成されている。北東部及び南西の尾根は多くの箇所でこれを横断する谷が刻まれている。しかし中央の尾根を横断する谷はわずかな箇所に存在するだけである。 尾根は硬さの違いによって斜めになった深い岩層が見られる。山地にはわずかだが岩がある。特筆すべきは北西部のデイレンタークリッペンと南東部のエクステルンシュタイネである。地質学上最も古い尾根は北側のもので山上。中央の尾根は白秋前期に形成された。この尾根はトイトブルクの森のメインの尾根であり。 最高峰のバルナッケンもこの尾根に存在している。この尾根はオスニング砂岩で形成されている。地質学上最も若いのは南の尾根で白亜紀後期の石灰岩で形成されている。エルリングハウゼンや外交古学博物館に復元されたテンスベルクの土類状祭とイトベルクの森の狭い尾根の部分にはおそらくほとんど人は住んでいなかった。しかし平地から飛び出したような 丸い山を利用して城塞が築かれた。それは入植地の平地からわずか数キロメートルしか離れておらず、簡単に危機ができ、建設も容易であった。キリスト生誕の頃に建設されたラインベーザー・ゲルマン人の避難、民衆城塞はグローテンベルク、ビーレフェルト近郊のヒューネイブルク、エルリングハウゼンのテンスベルクにあった。 ビーレフェルトシティークホールストカンクのレーマースハーゲンシクに、あるレーベンブルクは、同じく土類を巡らせた城塞で、中世世紀まで使用されていた。城の名前は、ハインリッシュ思考にちなんだものである。ラーフェンスベルク城市これに加えて、トイトブルクの森には二つの騎士の城があり、現在ではオリジナルに従って復元されている。ボルクホールツハウゼンのラーフェンスベルク城は、 ラーフェンスベルガーラントの地名の由来となった。ラーフェンスベルク博は後に、その居城を、ラーフェンスベルク城からビーレフェルトのシュパレンブルク城に移した。シュパレンズゲイは、現在、ビーレフェルトやラーフェンスベルガーラント全域あるいは1910年代まで、この地域を治めた、ブランデンブルクの領主の役所の紋章デザインに使われていた。 この他の白の城にテックレンブルクのテックレンブルク城があった。この城はテックレンブルク白がプロイセンに降った後1744年にプロイセン政府の命令により放棄させられた。この地域はこの白にちなんでテックレンブルガーラントと呼ばれる。中央ヨーロッパで森が極小となり工作地が拡大した中世後期にはオネの地域も林業に利用されたが 現在は再び植林がなされている。再び森に戻されなかった工作地の一つがビーレフェルトの奥前ハイでである。トイトブルクの森は純粋な山並みであることを超えて観光上の旧家畜トイトブルクの森とみなされている。オストベストファーレンリッペ全域はトイトブルクの森の名のもとにブランド化を進めている。これはドイツ全土でトイトブルクの森が 比較的有名になることに関わっている。ヘルマンスベイクほぼ全域が森に覆われたトイトブルクの森は密に張り巡らされた遊歩道網があり、ハイキングに公的の地である。ドイツ広域遊歩道の一つである全長1 5 6トルのヘルマンスベイクはヘルマンス平原の一部であり、ほとんどがお根伝いに通っている。2008年9月5日からこの遊歩道は ドイツハイキング協会が認定する有料遊歩道となっている。この遊歩道は西のビールシュタインと東のグローテンブルクとの間を南北に伸びており、ハイカーに人気のハイデンバッハタールを通る。やはりドイツハイキング協会の基準に基づき高い評価を得ているのがエッケベイクである。この遊歩道はヘルマンスベイクと共にヘルマンス平原の標識を共有している。 このほか、旧家地区トイトブルクの森の高い評価を受けている遊歩道としては、アルテンベイ県近郊のビアドゥクト遊歩道とヘルフォルトとハーメルンを結ぶハンザベークがある。旧家地区トイトブルクの森には、健康分野で人気の高い温泉が全部で7カ所ある。古典的な当時客や、西洋客の他に、競技の療養に該当しない、リフレッシュ休暇客の受け入れも拡大している。 病院の医療コンセプトやホテル施設もこうした施考と関連付けられている。エクステルンシュタイネ・トイトブルクの森やその周辺のハイキングの目的地及び見どころは以下のものがある。ありがとうございます。